まあ焼き上がってからいろんな条件が出てくるわけで、まあ釜の焼き上がった後にごっつ雨が降って水蒸気が釜の中入ったとか、あるいは、煙が燃料に、まあ、火がついて、もうか焼き上がってから異常な煙が、まあ、入ったとか、何かがあった、その原因から生じてきた、たまたま偶発的にできたものと私は解釈しております。で、それを曜変をやろうと思って焼いたのではなく、鉄の入った上薬というのはいわゆる変化しやすい、そこで続いて言いたいのは、曜変って木がまあわずかですけどある、で油滴天目、これも分かっているわけです。それからのぎめうさぎの系ともさん、それから、まあ剣葉で焼かれた天目じゃんを全部総括して剣三天目と、まあ簡単に言ってるわけで、黒っぽいのはまあウサンやなし、あのカラスのサンと書くわけで、発音だったかちょっと忘れたけれど、まあ柿天目とか、まあその茶碗のいわゆる表現、あの面表面の発色に対して、まあいろいろ名前が、細かい名前がいろいろついていると思いますけど、私の記憶するところでは、まあそういう種類でやるということと思っているわけであります。だいたい見本は中国の吉州窯というところで焼かれたものと、まあ、思っているわけで、まあ、吉州窯には太比三天目とか、あるいは、別三天目、まあ、この天目、まあ、そういう系統のものが焼かれてたと、まあ、教わったことがあるわけですが、要はこの葉天目というのを日本のに一点有名なこの葉天目の茶碗があるわけで、中之島の美術館にあるわけですが、それを見て、わあこれはすごい茶碗やなとは思っておったけれども、まあなんとか私も天目という上薬にずっと研究開発している途上で、あれを見た時に、あこれはなんとかその原理だけを私の天目人生に対してこれを理論づけときたいという、まあ、考え方で、まあ、天目をやりのけと追求しながら、この葉について、調べてみたいし、また、どうしてああいうことが起こっているのかということを思って、それにを やろうと思って、であの葉は何の葉だったか、あの葉か分からんので、京都の植物学の博士に聞いたら、木か欅やと。